キングズリンはイングランドノーフォークのタウン。行政上はキングズリンウェストノーフォークに属している。ロンドンの北 156km、ノリッチの西 71km に位置している。2007年の人口は42,800人であった。ウォッシュアンの川口近くにあり古くから発達した、古くはブリトン語のリンドに由来するリンという名前で呼ばれていたが、 11世紀末に地元の貿易商たちの要請により、ノリッチの司祭の管轄地となり、ビショップスリンと呼称された。1204年には、ジョン王から自治都市と認められた。1377年には、人口4691人を数え、14世紀頃の中世のイングランドにおいて、リバプールと同程度に重要な港であった。その頃、 欧州における海上貿易は、ハンザ同盟都市により支配されていた。1530年代に、ヘンリー・パスセイがカトリックから独立して、英国国教会を創設したことにより、管轄地の再編成が行われ、1537年に、ビショップ・スリンから、キング・ズリンに改名された。17世紀に、大西洋を横断する新大陸との貿易が始まり、 西岸の港が有利となり、16、17世紀、キングズ・リンは、イングランドの主要な港ではなくなっていた。第一次世界大戦において、1915年1月19日に、空爆を受け、イングランドで最初に空爆を受けた街の一つとなった。第二次世界大戦において、街は安全と考えられ、ロンドンより、大勢の避難民が押し寄せたが、 完全に安全とは言える状況ではなく、たびたび空爆を受けた。ありがとうございます。